はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、サムネとタイトルにある通り、今回は楽天ペイの登録から使い方までお伝えしていこうかなと思います。その前に、まず楽天ペイとはというものなんですけども、もうこちら説明のしようはないとは思ったんですけども、まあ一応ということで、楽天市場という、まあインターネットのショッピングモールがあるので、その中で、まあ、今回は、そこの会社が提供する、まあ、楽天ペイというものの今からその使い方、まあ、もしくは登録方法というのを今からお伝えしていこうと思います。で、まずこちらの楽天ペイなんですけども、まず iPhone の場合は App Store で、まあ、アプリをインストールしていただいて、その1番のようこそというところの画面になります。そして2番目、何々さんでログインしますかって、もともと僕楽天ユーザーだったので、まあそのままアプリが読み込んでくれたんだと思うんですけども、そのままログインっていうと、まあログインする画面が出てきます。でうまくどんどん進んでいくと3番の画面に行くので、これも次へとかでタップしていただければ大丈夫です。そして4番、こちらでもうこの画面で登録が完了となるので、登録自体は、めちゃくちゃ簡単なんですよ。というのも、もともと僕は、まあ、使ってる環境というのが iPhone XS を使ってましたので、まあ、iOS ユーザーですね。なので、もしかすると Android の使われてる方は画面線が少し変わるかもしれないです。そして、もともと楽天ユーザーだったので、楽天のアカウントを持っている、プラス、楽天のクレジットカードも持ってたので、もしかすると、僕の場合は結構スムーズにチャチャチャっと進んでるんですけど、もしこれが楽天カードがなかったり、もともと楽天アカウント持ってないっていう方であると、もう少し時間がかかるかもしれないんですけども、結構簡単にできるので、安心していただければなと思います。そして、次なんですけども、実際の使い方ですね。こちらは、楽天のホームページから、楽天ペイのホームページからちょっと抜粋してきました。まあ、主にこの使い方がメインになるであろうかなということで、このページだけを紹介します。で、まずこちらなんですけども、こちらの、もう、楽天ペイを開いたら、もうすぐに左の画面、一番左の画面になります。で、この一番左の画面で、もうバーコードと、QR コードが載ってますので、そうすると真ん中の画面になります。ここから店員さんとかに、まあ、見せてくださいとか、バーコードでこうピッとかざす、まあ、機械とかがあるので、それをまあかざしてもらったら、もう右のありがとうございましたっていう風に、これでお会計が完了という風になっております。もうこれも使い方もかなり簡単なものではないのかなとは思います。で、他にもまあ機能は多彩でして、楽天には楽天ポイント、他には楽天キャッシュというのがあるんですけども、そのポイントや楽天キャッシュでも支払いが可能という風になっております。で、他にも今ちょっと少しずつ話題になってきている個人間送金、楽天ペイ同士であれば、お金のやり取りが簡単に行うことができるという個人間送金、そして何といっても楽天スーパーポイントを貯めることができる、もうこれがまあこの楽天ペイのアプリでもうポイントも貯めることができるってなると、本当に一石二鳥という感じなんですよね。なのでもう楽天ペイってかなりまあ今のペイペイとかもまあ結構似てるようなところもあるとは思うんですけども、 LINE ペイとかもけど、結構楽天ってなんといってもかなり前から使われてるユーザーが多いっていうのが強みなんですよね。 LINE も結構前から使われてる人多いんですけども、楽天は結構もっと前からある会社なので、そう考えると楽天ペイってかなり脅威なのかなと思います、本当に。で、他には例えば使えるお店なんですけども、まあリアルな店舗とすると、まあやっぱりファミリーマート、ローソン強いですね。で、僕がよく利用させていただいてます松屋であったりとか、あとミニストップ、居酒屋ですと魚民とか白木屋とかですね、コーヒーですと上島コーヒー店とか、電気屋さんですとケージ電気エディオンとかですね、まあ結構多彩なジャンルでお店で使えるなっていうのが特徴ですね。で、ちなみに楽天ペイっていうのはインターネット上でも使用が可能となっているので、例えばインターネットの、まあ、ブランドショップを扱っているバイマであったり、あとはドミノピザ、無印良品、他にも映画館で言うと東宝シネマということで、こういうところでも使えるので、リアル店舗以外もまあ攻めてるっていうのは楽天ペイの特徴なのかなと思います。で、
他にも使えるお店とかも結構確認することはできるので、そこはアプリでも確認できますし、プラス楽天ペイのホームページでも確認することができるので、そちらを随時確認していただければなと思います。はい、それでは今回は楽天ペイの登録から使い方までかなりのハイペースでお伝えさせていただきましたけども、まあ、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、あとツイッターもしているのでツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで今日はここまでしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。